MNSPATV。どうも、ウーマンラッシャーの中川パラダイスでーす。いやー、あれ、いつもはね、なんか喋り出しって、村本が喋り出ししてるんですけど、なんかね、今日はなんか、スタジオがなんか、一人少ないというか、か村本が、まだ、来てないんですよね。なんでやろうな。いや、なんかいつも、入り時間って何時でしたっけ、これ。2時ですよね。だいたい1時間前に、だいたい2時ぐらいに入って、打ち合わせとかして、で、いろいろ、まあ、決め事を決めて、今日はどんな、ね、流れの企画があるのかとか、いろいろ決めて、まあ、するんですけども、だいたいね、村本はね、遅くても、2時45分ぐらいには来るんですよ。まあ、それでももう45分遅刻しとるやんけ、とは思うんですけど、まあ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 、社長出勤と言いますか、まあ、ウーマンラッシュアワーで言ったら村本は社長で、まあ僕バイトみたいなもんですから、まあ社長出勤を許してるんですけども、それがね、今日はもう、今時計見たらもう3時1分っていうもうオンエア始まっちゃってる時間になっても、村本はまだ来てない。で、なんかあれなんですよね。僕は入ってないんですけど、なんかオールナイトニッポンのメンバーで皆さんで、スタッフさんとかで、なんか LINE を、グループやってるんですよね。で、そこに僕は入ってないんですよ。僕は LINE はね、奥さんから止められて、できてないんですけど、それに、村本さんも、いつ来られますかみたいな、文を送ったら、それがまだ既読になってないんですよね。ということは、まだその、開いてもないと。で、いや、どうしたもんかなぁと思いながら、まあまあ、時間は過ぎていき、まあ、連絡せえへんのもなんやねんとは思うんですけども、もうこれ2分になり、差し掛かったんですけども、ちょっと一回、村本に、今何してんのか、ちょっと電話してみません？ねえ。もしかしたら、事故とか、うわぁ、やばいやばい、そんな重大なことやったんやってなってるかもわかんないんで、ちょっと一回村本に連絡してみましょう。ねえ。いや、心配やな。なんか、事件とかに巻き込まれてたら怖いことっすもんね。出てくれたらいいんすけど、どうなんやろ。かかってます？今。あら、かかってな、あ、かかりましたね。出るかな？もしもし。もしもし。村本さん？はい、はい、はい。あれ、もう今、3時、もう2分45秒なんすけど、今何してました？はい。あ、中川パラダイスです。あ、名前言うの忘れてたね。もうオールナイトニッポン始まってね、今、あ、もう今ちょうど3分なりましたわ。3分経ってもけえへんから、ちょっと何してんのかなと思って、ちょっと心配で電話したんすけど、今何してました？今、うん、タクシー乗ってます。タクシー？え、タクシーっていうのは、どっからどこに向かってるってことですか？家から、うん。日本放送に。家から日本放送。そんな離れてましたっけ？なんか、日本放送から千葉ぐらいのなんかめっちゃ遠い感覚で僕は今聞こえてしまったんですけど。いや、遅刻かい！遅刻かい！何しとんねん！何をしとんねん！いや、確かにね、昨日ロケでね、朝の4時からね、早いロケでもうクタクタよ。体もクタクタ、もう僕も声も枯れ気味やけどもや。ちょっとおかしいんちゃいます？それちょっと。なんで、何時に寝たの？あれ、だって帰ったらもう11時ぐらいやったやろ？ 11 時、はい。うん。で、そっからの流れをちょっと教えてよ。だから、昨日、うん。だから昨日寝てなかったでしょ？昨日。寝てない。2時間だけ寝て。いや、ほんまに、うん。そう、そんなもんよ。僕もそんなもん。その、寮、行ったでしょ？そうそうそう。あのね、大阪でロケあったんですよ。大阪でロケでね、寮のロケ。魚を取る寮のロケがあって、で、めっちゃ大変やったんですよね。で、そのまま何時間も船乗って。そうそうそう。船酔いとかもあり、もう、普段のロケよりも過酷なロケやったんで。で、新幹線の中でも、うん、寝れず。あれ、疲れてたけど、寝れず。はいはい。寝れず。うん。で、家でも睡、まあ、襲ってこず、うんうん。そのまま、
用意して用意してうんはい、うん、用意してで、はい、ぐらい村本ちょっと岡村さんが入ってきました。あ、おいすいません。何だ、首や。あ、いつも村本さんが座ってるとこに、岡村さんが座りました、ね。お前はもう首や。こんなに嬉しそうな顔しますね、岡村さん。もうこんなん日本放送許してあきませんよ。そのなんか、ザ・漫才のチャンピオンかなんか知りませんけども。はい、ちょっと、もしかしたら天狗なってるんかもわかんないですね。そうちゃうか。はい。いや、すいません、本当に。俺も2部の時忙しかったよ。ものすごい忙しくて寝る時間なかったけど、一回も閉じたことないよ。岡村さんですら閉じたことないですか？俺もう全然、はい、あの2部やらせてもらったけど、期間は短かったけど、はい、ほんまにしんどかったけど、俺は一回も閉じたことないよ。はい、閉じたことないですか？ない。マジですか？もう本当に、うん。で、え、大体1時間前ぐらいの入り時間ですよね、大体俺ないと。いやいや、俺はなんかもうその、今ま、はい、1時間以上前に入ってたよ、2部でも。そうなんですか。当たり前やん。で、僕らは1時間前なんですけども、だいたい村本くんのは、うん、だいたいそっから45分後ぐらいに来るんですよ。だから僕らも安心して、あんま来るもんやろうなと思って、ずっと待ってたら、45分過ぎても来ず。いや、これ甘やかしてるわ。日本放送さんが。岡村さんって3時間半前ぐらいに入ってた。3時間半前やで。ちょっと待って、それは逆に何をしてたんですか、それ。いや、それはもうあれよ。はい、はがきも選ばなあかんし、いろいろこう雑誌も見なあかん、新聞も読まなあかん、それぐらいのスタンバイしてますよ。あ、だからあんだけ、いつもね、はがき職人さんのね、はがきをスラスラ読んで、すごい伝わってきて。聞いてんのか、村本。あ、すいません。すいません。聞いてます。すいません。はい。おい、おはようございます。はい。スタジオの外にはなんかわかんないですけど、普段より人が多いですよ。もうなんかもうすごい。偉い方もたくさん来てらっしゃるんじゃないですか。もうこんなことあんのか。いや、パラダイスこんなにも閉じるの。初めてで僕もちょっと。本当初めてです。どうしたんやろな。なんか事故に巻き込まれたんかなと一緒に。みんな心配するわな。はい、岡村さんも今日は俺のとこ挨拶けえへんな。何してんの。違うんですよ。違うんですよ。スケジュールが、うん、ちょ、パラダイスって言って、もうすごかったんですよ、まあまあ大変は大変だったんですよ。昨日の朝のもう3時から、うん、集合して、そこからまあ1日ずっとロケで、うん、大阪であったんですけど、そのまま新幹線でとんぼ返りしてきて、うん、で、そこから、まあ、ちょっと2、3時間ぐらいだけ休憩があって、現在に至るんですけども。そう、みんなそういう時期あるんちゃう？まあね、そらまあ、ね、ザ・漫才とってお仕事たくさんいただいて、うん、それがもうしんどいのやったらもうやめ、もう全部仕事やめ。いや、すいません、そんなんじゃ俺ももう半年休んだけど、休んだわかるわ、仕事したいで。そうですよね、岡村さん、ほんまやで、一日長いで、はい、もうやめ。あ、もう来んでええって今日。いや、すみません。みんな言うてあるよ。日本放送の人も。岡村さんがやめ言うた瞬間、周りのスタッフさんが全員、うん、もう、うなずいてらっしゃいますし。もう、ビーチ君なんかもう、はい、怒りやわ。はい、もう、うんこ投げるぐらいの勢い。それ普段からです。入ってきたらうんこ投げるぐらいの。それ普段からなんですよ。もう、酔ったらもう、あれやで、一生言われるで、もう、ビーチ君と。もう、お酒飲みに行った、あん時さ、とちったよねって言われて。確かに。ビーチ君ってそうやから、もうお酒、はい、お酒飲んだらもう全然変わるから。だからちげえよ。そう、見たことないですよ。そんな上の門にも上の門にでもあってもちげえ。え、酔っ払って言われる。普段はめちゃめちゃ優しいんですけど。優しいやろ、はい、優しいけど人の悪口なんか絶対に言わないですよ。言わへんけど、はいはい、もうお酒飲んだらもう全然違うし、もうバー批判するし、最後はうんこ赤坂の街にうんこバー漏らして帰る。お前もだから村本もこれも今日うんこかけられんぞ、お前。酔っ払ったビーチさんに。ほんまに。そんなに忙しいのか。します。いや、でもまあまあまあ。そうそうそう。まあ、僕は間に合ってますからね、岡村。そうやな。まあ、同じスケジュールで。同じスケジュールでもこれ間に合うてんねや。はい、お前ラジオ舐めてんな。いや、違う。そんなんじゃないです。そりゃ確かにその、なんや、営業や、はい、テレビやに比べたら、はい、そのギャラがどう。全然舐めてないです、はい。なあ、そうかもわからんけども、はい、これ、はい、ラジオっていうのはやっぱ好きでやってんのとちゃうのかい。いや、そうそうです。実際そうです。いや、で、もう目標はやっぱ一部にも上がりたいっていうのはね、全然あるんですけども。こんなもん上がれるわけあれへんよ。こんな上がられへんで、こんな一回あったら。え、もう無理なんですか？無理。
そう、僕は何も土地ってないですけど。俺も土地たことないよ。うちの相方も土地たことないもんな。それから村本は。村本土地ってやろ土地言いました、ね、もうないよ。ウーマンラッシュアワーとしても一部に上がることはもうない。残念。まあ、次。もう春まで持つんかな持てんじゃん。一部が夢やったんですよ、僕ずっと。無理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 。小さい頃からね、岡村さんのオールナイトニッポンとか聞いてて、うわ、すごいな、岡村さんとか、ナイナイさんとかすごいなと思ってて、ずっと一部目指してたんですけど。無理無理無理。もう山口良一さんがもう。あ、そう。ちょっと早めに来て。だいぶ早めに来るんですね。そうなってきたら。早めに来て。どこにおんねん、今、マホント。すいません、運転手のポードコースか。今、四谷三丁目です。うわぁ。まだそこそこかかるんじゃないですか。わかんないですけど。まだまだかかんのか、ほしたら。まだまだなんですかね。岡村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、岡村さんは好意で入ってる。俺も帰んねん、もう。あれや、もう、豆腐買うて、もう家で晩酌してちょっと寝んねん、もう。そうですよね、その。本当にもう。岡村さんの時間、貴重な時間。いや、この間だから、はい、花丸大吉が優勝してな。はいはい。その後、まぁ、ちょっと、遅々やったけども、ちょっとだけ村本が顔出してくれてやな、はいはい、あ、そうなんですか。ちょっとやで、ほんまちょっとやけど、はいはい、ちょっとお話できる機会があってんけどもやな、はいはい、もうこんなやつはお前がった。え、その時は熱かったんですか。なんかもう、あの、よかったですねみたいな、はいはい、もうなんかすごい喜んでたよね、大吉くんが。喜んでました、はい、なあ、はい、いや、それはね、すごいことですから、はい、大吉くんがもうショックやと思うわ、もう。そうですね、ちょっと、うん、ねえ、前回のチャンピオンです。今すごい、なんか、吉本解雇みたいなメール来たんです。え、なんか一枚、重々しい感じのね、うん。なんかスタッフがざわついて、はい、もう解雇ちゃうか。解雇ですか。うん。いつか解雇されるかなと思ってましたけども。いや、もうそんなんて、そんなんてもうあれやからな、マイレージみたいなもんやから。溜まっていくんすね。そうだ、だってツイッターのあんな炎上やとかやな、誰かの悪口言うてやな、はいはい、もういろいろ、あの、呼び出されたりとか、現段階でも崖っぷちっていう噂は聞いてたんですけども。そりゃそうやって、そんなもん村本が言うたことでやな、よその事務所の人が怒ってやな、怒えてて吉本が呼び出されたりするわけやん。ちょっと僕どうしていったらいいんですかね、岡村さん。ピンでやるしかないやろ。ピンでもう村本切ろ。もう村本もうあかんわ、もう村本切って。あ、なんかいろいろ来てるんですか？マネージャーさん、女性のマネージャーさん。あ、そうです、騎士っていうね。もうほんまにあれやで、はい、もう、死にそうな顔してあんで。いや、申し訳ないな、みたいな、もう。真っ青ですよ。やめはるわ。あの人もやめはるわ。責任取って。うん。無限大ホールや。いやいや、それやめて無限大ホールなんですか。大谷ももうやめたから。無限大行きはるわ。お前のせいでみんな無限大ホールや。いやお前もや、奥田大もや。無限大に行きよるぞ。無限大が墓場みたいな。B さんも無限大や。いや、関係ないですよ。お前のせいで無限大に無限にみんな行かされるわ。墓場みたいな感じになってますけど、無限大。どうしてくれんねん。これはちょっと、この回、神回やな。え？いや、いい調子、いいですね、岡村さん。調子いいですね。だからそういうの、自分で神回とか言うとあかんですよ。だから誰が言うてくれることやから。周りの人が言うことであって。そうやねん、はい。そんなんちゃうねや。いや、もう本当にもう心強いです。こういう時にこう、ああ、先輩、いてよかったなっていう。お前のリクエストの曲なんやねん、リクエスト。僕のリクエストですか。うん。いいですか、じゃあ。うん、何かにどうしよう。ザードの負けないで。ザードの負けないで。今もう走っていきはったレコード室に。今向かってますんで。もともと用意してなかったから、わざわざ取りに行かしても、もう本当に。ほんまに。あと、皆さん応援ファックスの方。はい。山本さん、今頑張って。日本放送の方に向かってるんで。まあ、頑張ってるのは運転手さんなんですけどね。運転手さん名前なんて言うね。運転手さんにちゃんと、はい。違反のないように。そうやで。ギリギリのラインで。法定速度守って。はい。はい。メールでの応援はいりません。ファックスで。ファックスなんです。手書きの、ファックス貼っていきますから、後ろにどん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 。から。ノッティービーの方は見れちゃうっていう。ノッティービー入ってんの？入ってるんですよ、これだから。もうすぐですよね。今運転手さんに喋りかけた。それ前、携帯離せや。運転手さんなんて、名前なんて言うの？運転手さん名前、なんて名前ですか？名前は村方。あ、村方さんです。村方さんへの応援メール。村方さんには応援メール。村本には応援ファックス。応援ファックス。ファックス番号は特にわかりませんので、みんなで考えて送ってください。考えて送らすんですね。それではもうそろそろ曲の方がね、用意できるんですかね。そろそろかかるんじゃないですか。
まあ、ラジオ遅刻してまして。そうなんですよ。いや、声が入ってる、声が。じゃあ、それでは、行きましょうか。それでは、うん、ザードで、負けないでを、かけてもらうんですけども、ウーマンラッシュアワーと岡村隆史さんのオールナイトニッポンゼロ。それでは皆さん聞いてください。パラダイス。一生懸命頑張って、一番の思い出になってるんじゃないですかね。お、来たお、走ってきよった息こそ切れてないけれども。すいませんでしたちょっとどげたどげた、タクシーの中のテンションもろもろ初めてよ俺、すいません、村本の土下座見たんは下で岡村さんとすれ違って殴られましたよ優しいな岡村さん、そう考えると、すいません、はあ、ちょっ と, ょっと下でタクシー降りた瞬間、うん、あの外の待っててくれた、うん、出待ちの方たち、出待ちの方たちが、うん、ザード歌ってまして負けないですファンの人面白い人ばっかりでよかったほんまに。タクシー降りてからの駐車場の5メートルぐらい走りましたよすいません、もう本当にもう申し訳ございません、本当に